ヘッド解放トコトントコトン、シュベット解放区の酒井です。本日はですね、前回のタコメーター修理ということで、まあやったんですが、まあその続きのような動画になります。まあ前回の動画でですね、ヒゲゼンマイ、これですね、これ見えますかね、ヒゲゼンマイ、ちょっと見えづらいかな。ヒゲゼンマイというのを、この、中古で買ったこのメーターから外して、一応取り出して、まあハーレーのそのタコメーターとに取り付けれるようなニュアンスだったんですよ。でもですね、いきなりいろいろ事件が起きまして、もうすでに起きてるんですよ。僕自体は分かってるんですけど、まあこのヒゲゼンマイ本日はなんとかアイアンのタコメーターに取り付けていきたいと思います。はい、このチャンネルではですね、ショベルヘッドのことをハーレーダビッドソン、バイク、DIY、バイクメンテナンス、バイクについての話をさせていただいてます。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。同時にですね、動画の方グッドボタン、コメントいただけるとすごく嬉しいです。もしコメントないよっていう方おられたら、もうとことんとことんだけでも入れといていただけるとテンション上がりますのでお願いします。あと LINE の方でですね、公式 LINE とオープンチャットっていうのも作ってますので、登録していただけると嬉しいです。はい、では、ヒゲゼンマイ取り付けということでやっていきたいんですけど、前回の動画めちゃくちゃ長くなりましたよね、すいません。で、もう問題を今もうすぐパッといっちゃいますね。今回のこの問題なんですけど、まあこれ取り外したヒゲゼンマイで、ね、これね。で、これがついてたもの、ついてたシャフトなんですよ。このシャフトにこれヒゲゼンマイがついてたっていうことになるんですけど、ちょっとこれちょっときつめなんですけど、ついてたっていうことになるんですけど、これが、もう大体お分かりですよね。これがヒゲゼンマイですね。もともとついてた、絡まって、これが原因でタコメーターが壊れてたんですけど、要はさ、ここの、中心部分の大きさが違うんですよ。ねえ、これね、もうどうすっか、シャフトの太さが違うっていうことですよね、要は。なんで、まあちょっと一旦で、これももう使わないけど、これシャフトね、もう明らかに違うんですよね。ここにつけたいんですけど、ヒゲゼンマイを、もう明らかに太さ違うじゃないですか。さあどうするっていうとこなんですけど、まずこれちょっとで、ね、まだね、もうちょっと締め込めるんですよね、これ、このヒゲゼンマイが。なんでちょっとこれをもう今この状態見ましょうか、見せましょうか。こんな感じなんですよ。もうスコンと落ちちゃうんですよね。こう中心で止まらないといけないんですけど、中心でこれもスコンと落ちちゃうんですよ。なんでまずここをギュッと締めてみますね。それでできやね、それでできやいいんだけど、怖いな。ちょっとこれでヒゲゼンマイがパキッて折れたりとかしたらさ、あれじゃんね。よいしょ、ちょっとね、カメラ変えますね。はい、はい、ちょっとカメラ変えました。はい、なんでヒゲゼンマイのこの大きさが違うっていうことですよね。これじゃ全然ない、ここでピタッとつかないといけないんで、なんでここの中心をちょっとギュッと、こっちね、一回実はね、こっち掴んでみたんだわ。実は掴んでみたら結構キュッと締めれたんだよね。うん、でもこれさ、巻いてるわけだからさ、うまいこと締めれるかな。ちょっと出すか。よし、今ちょっと締めたぞ。締めてねえか。これちょっとこう出して、一応締めたけど、なんかヒゲゼンマイがおかしいことになったか。一応これで満タン締めた。見えるかな。ああ、
危ねこれで一応満タンっていうかさ、もうこれ以上しまないよね。これでどうだろう、これでちょっとキュッとなってくれやそれでいいんだけどな。おおお、ダメだダメだ、どうしようか。どうする？今カメラも見たからね。これはまあ使えるものとして、今もうこれ以上閉まらんもんね、うん、じゃあこれを太くする方法ってないのかな。ここを太くする方法、ちょっと一旦考えてみます。はい、ではちょっとね作戦考えたんで、考えましたよ。はい、とこれこのヒゲゼンマイを、作戦っていうほどのことでもねえよな。これ一応取り、まあ、こういう形でここにヒゲゼンマイが来なくちゃいけないんですけど、ヒゲゼンマイをいい位置に置いといて、これステンレス金属加工ハンダ、これあの別件で買ったんで、ちょっとあのもう動画作る予定があるんで、ちょっと片付けようか。ちょっとね、あれなんかボンと今落ちたけど大丈夫か。いいか、よし、じゃあこれでつける、どう、ちょっと一回片付けるわ、ちょっと怖いからね。つけれるから、こんなんつけれるんかな。じゃあまず、このこれ俺一回も使ったことないからさ、これここでこれが出るとは思いもよらず、よし、これだってこれだ、あ、あるか。これでちょっと一回これでこっちで試してみようかね。今パーツクリーナーがこの作業場にないということを気づいた。ちょっとここでこれでこれも温まってるかな。できんじゃん。ああ、できるか。これ今ちょっとくっつけたんだけど、これがピチッとくっついてればいいよね。全然くっついてねえじゃん。全然くっついてねえじゃん。こっちも温めなきゃあんのかな。いや、これくっつかんでしょう。いやー、これちょっと違うよね、多分ね。これ水濡らしてくるわ、これを水濡らしてくる。違うよなー、これで。
対違うよな。これでちょっと太めだったのかな。あっつ、これ結構熱伝わるね。これで今これちょっとついたんだね。これでちょっと太なっとるんだ。バコって取れちゃうもんね。あ、くっついてる部分もあるな。ついてる部分もあるな。あ、今日取れちゃうな、やっぱな。いやー、これ無理でしょ。テープ、ビニールテープ。いや、ビニールテープ、ここしゃいいんだろう。ここで止めたい。ここでピタッて止めたい。ここで、ここで、こういうふうに。そしたらあとこれをピッて伸ばして止めたいな。ちょっと待ってね。これじゃあこれちょっとはめてみようか、このまま。うわ、ネジゼンマイめちゃくちゃベストサイズ。本当にこれ。これ、ベストサイズ、これ見えるかな。ここにつけたい。今のここにつけたい。今ちょうどさ、引っかかってさここに、ここに、ここピタッてつけれんかな、これ。ちょっとやってみようかな、一回勇気出して。ちょっと待って、これさ、ちょっと待って、これ、一回これ止めるわ。止めるわ。あとちょっとだと思うんだけどな。なんだこれ、磁石が。ほんとこれでも、あとこれく、これで OK だからね。これ組み込めば。よし、これで。あ、いかんか。いかんわ、これ。ヒゲゼンマイが ここにこれヒゲゼンマイが引っかかるわけだから、このなんか鉄の部分がこっちに来とかなくてもか。あ、ここ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 ベスト。見えてないよね、多分ね。ここがベストなんだよね。うん、うわ、ここが、ここで取り付けれたら最高なんだけどな。ちょっと一回やってみるか。ダメ元で今めっちゃいい感じでこれ狙えるから、ダメ元でやってみるかね。やるしかないよな。
酒。ねじゼンマイの中心にこれが流れ込んでってくれたら、ちょっとここ熱も足しといて。あ、落ちちゃった。ダメ。ダメ。ここだね。ここ。すごい位置に。ここで固定できたらめっちゃいいんだけど。でも独り言になってもらうから、うん、あ、腰痛い。あ、ここが、まあ、ここでも、まあ、今見えてないよね、多分ね。ちゃんと引っかかっとるもんね。しっかり取れた。今これめっちゃいい感じで固定はされた。今ちょっといろいろよし、ここで今これバチッとつきゃいいな。食べろな。やべ、やべえことになった、やべえことになった。なんかねえか。これ見て、ポチってだけ変なようについた。これじゃダメなんだよ。ああ、もう全然ついてないもんね。これダメだな、これ。これね。これが普通のハンダにしてみようかな。なんか普通のハンダ、普通のハンダの方が良さそうだな。普通のハンダ持ってくる。これ普通のハンダ、普通のハンダだったらビャーンとスッと染み込んで、あー、もうダメだ、もう動いちゃダメ。これちょっと無理だな。これどうする？はい、ちょっと一旦考えます。はい、これがダメだったんで、いや、ハンダがね。次はもうこれしかない、アルファ。もうこれしかない。もうこうやってここで固定できりゃいいんだよ、多分ね。なんでちょっとこのアロンアルファをどっかにピッと置くとこねえかな。なんかこれ、まあ、ここの上でいいか。他のとこについてはマジやべえからね。ちょっとこれダマにしといて、でこれで、この先っぽで、
ょっとでもくっつけな。全然くっついてねえじゃん。全然くっついてねえ。直行くか、これ直行ったるかも。いや直は怖いね、やっぱり。なんかこれくっついたかな。なんかちょっとでもくっつけばそれでいいんよ、ほんとに。してきゃいいんだよな。くっついた今、これくっついとる、くっついとる。これをもうちょっとここでちょっとこれ切るわ。ちょん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 つけてきゃいいんだよな。染み込ませてきゃ。過ぎたかな。別にいいのかな、これどうなんだろう。とりあえずまあまあくっついとるよこれ。どうしよう、これまあまあいい感じやん。ほらきたー。でここを、ここに今これね、ここに引っ掛けて固定するだけなんだけど、こういう風になってたぶんだ。結構しっかりくっついてる。いいじゃん。これ多分こととしてもうちょい下だったんだよな。もう一回外していい。もう一回外していい。うん、外れた。今パッと外れた。でだいぶなんか、今外したんだ。まだ今これベタついてるっていうかさ、これぐらいでもうちょい上か。このヒゲゼンマイの場所よ。よし、ちょっとこれでもう一回ボンドを出して、なんかこれいいぞ、いい気がしてきた。もう一回ボンド出して、うわ、デラデ取るじゃんボンド、やだ。でこれで中心ピンとつけたらいいんだもんね、ちょこっと。
これいいんちゃうんかな、これこれいいちゃう、いいんちゃう、これあとこっち側を固定したいんだよ。こっち側の固定もボンドでいっちゃっていいんじゃない、これここにピッと、ここにさ、ここにピッと、最初のハーレー、これはここ、ここが絡めてあったんだね。言っとる意味わからんけどな。なんかけどこれサイズがちょっと大きすぎるのかな、もしかすると腰痛、あーわからん。ここの下に行っちゃってるもんね。これで一回固定してみる？固定って言っても多分ここをさ、ちょっとボンドで止めるぐらいだよね、多分ね。けどここがさ今ついてるからさ、これ外れんかな。ちょっと回してみよっか。全部閉まっとるやないかい。あー、さっきこれでちょっと一回回してみよっか。固定しなかったね。これやると回っちゃうから、これでいいのかな。ちょっと一回ここ固定してみようかな。やっぱな、向きとかはもう多分絶対間違いないもん。これでいいんだけど、当たっちゃっとんだよな。ちょっと固定しちゃいますもん。言っとってもさ、わからんもんで。ついたから、とりあえずついた。うん、これで回してみようか。あ、ヒゲゼンマイとして成り立ってる。多分成り立ってるぞ。おい、あ、固定が取れた。と固定をちゃんと今成り立ってたからね。ちょっと待ってよ。ちょっともうちょっとがっつりいっちゃいますね。がっつり
がっつりいきます。がっつり固定します。がっつり固定します。これにすくうような感じで、すくうような感じで、でこれでちょっと押しますわ。これ多分絶対ついてる。ちょっとこれ乾かしますね。ちょっと本気で乾かしますね。なんかこれなんかいいかもよ。ちょっと乾かす、ちょっと時間ください。一回止めます。はーい、今これボンドつけて固まったと思うんですよね。うん、結構いい感じだと思う。うん、ちょっと回してみようか。これどっち回るんだったっけ？なんかいい感じだ。ちょっと待って、ちょっとつけてみようか。これやべえやつ、折れそうなやつ。一回折れかけたやつ。これつけて、で、ほら、戻るでしょ。ほら、来た。ほら。ほら、ほら、ヒゲゼンマイ来た。はい、じゃあ次はこれを、これだね、これにつけてちょっと一回実際に回してみたいと思います。これ、まあ、いい感じだよね。ほら、戻るじゃん。ほら、はい、ちょっと一回試して やりたいと思います。はい、本日の動画もうバッチリついてますからね。バッチリボンドだけど、いつ剥がれてもおかしくないけど、まあとりあえずしょうがない。まずもうこれで、まあとりあえずしょうがないよね。けどもだいたい仕組みも分かったし、そのなんていうの、大丈夫、これが今壊れてもまたすぐやれる、もう分かった。はい、本日動画終わります。ありがとうございました。